三の瀬三の瀬の一三の瀬は、広島県南東部の地名。ここでは、下鎌狩島の一地区である、呉市下鎌狩町三の瀬を指す。瀬戸内海に浮かぶ芸与諸島の一つ、下鎌狩島の東端に位置する港町である。中央に、三の瀬港、その西側に、町屋が広がる。町の中央を、広島県道74号下鎌狩川尻線が、 縦断する。東側にある上鎌狩島との海峡は三ノ瀬瀬戸と呼ばれる。対岸が甲浦港になる。北側は丸岡港で古くは大津泊と呼ばれる港であった。地区の南には上鎌狩島を結ぶ鎌狩大橋がかかる。下鎌狩島と呉市本土は秋名田大橋で結ばれているため、本州とは陸続きであると言える。 旧秋郡下鎌狩町三の瀬。瀬戸内海国立公園内に位置する。この地は東、西、南から海流が流れ込み複雑な潮の流れを生み出す海域である。三の瀬とはこの三つの瀬戸が合流していたことに由来する。また、下の関を、和ず関、上の関を二の関、そして、ここを三の関と呼ばれていた、とする風説も残る。 古来からこの地には、船が往来し、そして複雑な海流は彼らを悩ませた。北側から見た鎌刈群島。写真右側の橋が、秋名田大橋、その奥の海峡の右側が三の瀬。古来における上鎌狩島、下鎌狩島全域は、日高と呼ばれ、鎌狩とは、現在の三の瀬、向浦、大津パクなど三の瀬瀬都周辺の地のことを指していた。 後に上鎌狩島を、日高下鎌狩島を、鎌狩と分けて、呼ぶようになり、さらに後に全域を、鎌狩島村省園名を、日高省と呼ぶようになった。田谷市居城の丸屋城石三の瀬は、尾道や友の裏と共に中世には、港として機能していたと考えられている。欧永二十七年、早期刑、老将日本行録によると、三の瀬には、海賊が、 海館つまり公海上の石章を設け、彼らは水先人として石船を徴収していたこと、そして彼らに従わなかった場合は金品すべて奪われていたという。ただ、これ以外の江戸時代以前の港の様子がわかる資料はほぼない。日高章は平安時代末期から幸福寺の荘園であったが、室町時代末期から 南北朝時代初期にこの地に進出してきた高谷氏が掌握するようになる。高谷氏は戦国時代当初は大内氏、後に毛利氏の水軍として活躍した。鎌刈島五番所、三野瀬正し海みたら氏とも、広島上近世における三太良氏周辺の地のり及び沖のりの港。赤が地のり、緑が沖のり、木が共通。朝鮮通信市は、 三の瀬とともを多く利用している。安土桃山時代、豊臣秀吉による文、文禄慶長の役を機に、瀬戸内海海路の整備が行われその要所には、海駅つまり、海路の宿駅が設置された。江戸時代に入ると、江戸幕府もこれを継承した。広島藩領は、慶長五年藩主となった、福島正則が、 半経営のため積極的な経済基盤の整備を行っている。その中の一つが、回路整備で、江戸幕府からの命により生息は、藩内の三の瀬と友の浦を、海駅に指定する。ここで甲浦ではなく三の瀬の方が選ばれたのは、甲浦が海上を観察するには、地形的に不利だったため。後生息は海域され、友は、貧乏福山藩の港となるため、三の瀬は、 広島藩唯一の海駅となる。三の瀬は、福島県地以降、町方とされ、後に、福島岩木と呼ばれる岩木屋鳩が整備され、本陣、板書そして、お茶屋が常設された。本陣はいわゆる、浜本陣で、玄関、次の間、お居間、漁神館、南度、風呂など本陣としてほぼ、すべて揃えていた。板書には、鎌狩系泉奉行が入り、 爆名による紅葉物資の取り扱いや会場警護などを行っていたこの港は広島藩のみならず参勤交代での西国大名、長崎武行、オランダ商館長、そして琉球施設や朝鮮通信使が利用している。特に朝鮮通信使の記録が残っている。江戸時代の間、通信使は12回派遣され、うち11回は三の瀬に宿泊している。 広島藩は、失礼がないようにと丁寧にかつ豪華に出迎えた。桟橋から宿舎まで赤いフェルトを敷き詰め、金病風100枚で飾り、夜には、多くのち賃で高校と照らした。料理は、秋鎌がりごちそう一番と通信誌は、記録に残している。一方で、来訪の度に施設は更新あるいは増改築を、繰り返し、一回の動員人数は、部。 町、村人合わせて1200人ほど、山野瀬の住民にとっては、住居を通信士の宿舎として用いるためこの期間中は、周辺の村への仮住まいを強いられ、何より一回あたり、約二万両をかかる費用は、藩だけでなく、山野瀬や周辺沿岸の村々にも都合させたため、通信使来訪は藩にとっても町民にとっても重い、負担であった。漢文12年。 西巡る海運、つまり、日本海から、瀬戸内海を、回り大阪そして、江戸に至る海運ルートが確立した。そのルートは、山陽陸地側を通る、地乗り航路と瀬戸内海中央を通る、沖乗り航路の二つであり、当時の和船は一枚棒で追い風をはらんでさらに潮の流れを利用して航行する構造であったため、 暴風雨を避け順風を待つ、風町の港揚上げ潮や下げ潮を待つ、潮町の港が、航路途中に設けられた。三の瀬はその中で、地乗り航路の代表的な港となった。三の瀬が、交易港としてどのくらいの規模だったかは不明。同じく地乗りである多田の海の商人2社の記録によると、三の瀬は、 取引先相手に入っていないあるいは小さい、商いしか行われていない。三ノ瀬の東にあるみたらしは沖のり航路の代表的な港であり、江戸時代後期になると、高校技術工場により沖のりが主流となっていき、みたらしは広島半隋一の交易港となっていくが、そんなみたらしと三ノ瀬を結ぶ航路も存在していた。廃藩知見後、 広島県の秋群下鎌狩島村となる。広島藩の施設は役場などに転用された。明治時代以降、寄帆船の登場により、風町潮町の港は必要がなくなり、そして、鉄道、山陽本線の登場により、物流も変わったため、中継港としての存在意義はなくなり、小さな港町として存続していった。また戦前この地は、 呉市を拠点とした大日本帝国海軍呉ジュフの管轄内であり、地図に記載されていない時期もあった。町の中央を通る県道74号。石畳が敷かれている。戦後も当初の小さな港町として存続していった。1962年調整施行により、秋郡下鎌刈町三の瀬に、1979年、鎌刈大橋開通により、 上鎌狩島とつながり、2000年、秋灘大橋開通により、呉市本土とつながり、そして2003年呉市と合併により、広島県呉市下鎌狩町三の瀬となる。こうした交通網の整備は、新たな地域活性化につながる反面、下鎌狩島全体では、宿泊客が減り、いくつか民宿が廃業するなどの問題も起こっている。 現在この地で行われている地域活性化計画は、1990年、秋群下鎌狩町時代に作成された文化と歴史の掘り起こしと、全島庭園化事業、ガーデンアイランド構想から始まる。具体的には、朝鮮通信史を中心とした島の歴史の再発掘と、島を庭園に見立て芸術そして、松を中心に飾り立てる構想である。 翌1991年に乱闘格美術館開館、そして庭園と通信誌資料を展示する小東園の整備が始まっている。そして国宝、国十分などの修復で著名な京都の安い木公務店と連携し、質のいい古屋をいくつかこの地に移設している。こうして三の瀬は古くからの港湾施設と、 文化施設が混ざり合った地区として形成されていった。ありがとうございます。